大衆は神である、つまり、神とは何か？というその問いに対してこの思想は挑む。今の現状はその結果である、という事態に、理不尽を感じるか否か、ともかく面倒。理想的な神と派、我関せず、それを貫く存在だろうか？とはいえ自身の主張する、それはシステムレベルで自力の打開が可能なはず、だ。どこかそこかに、突破口は。それが見つからず今までの世界は戦争まで起こしたのだ。理解はしつつしかし、取りたい世界、という構図は相変わらず、ではある。自由市場の原理は、自然と歌の結果としてクオリティ、それが維持される、ということだが、現実的にはその結果で、切り捨て、が発生、全体が維持困難になる。やむを得ないことだ、というのが今までで、それに対して否定したのが実際にはガンダムだ、しかし現状は、